さあやりましょうか。外国人ベネズエラ縛りやっていきます。キャッチャーね。キャッチャーを探していますが、全く入ってこない状況が今現状続いていると。とりあえずまずキャッチャー一人取ってからやりたいんで、まあほぼパート1と何も変わりはございませんと。さあやっと来ました、ベネズエラのキャッチャーゲイルくん。彼をやっと獲得できます。しかも一発目できたんだったらもうちょい早く取れたね。2割4分5人12本40打点24歳、ミート F パワー D 守備 C 走力 C、 あまり強くないですがゲイル獲得。さあじゃあこっから始まっていく。やっとまあピッチャーから取っていきましょうか。変化球が多彩、指定なし、若手か、とりあえず若手の方がいいよな。何でもいいか、もう何でもいいや。とりあえず数来てもらって、何でもいいからピッチャー来て獲得していきましょうか。さあゲイル、キャッチャーゲイル、まあどれぐらいの成績を残してくれるか分かりませんが、初めて獲得した野手ですね。じゃああとシーズン終了まで行ってきます。シーズン終了まで行きました。86ゲーム差、最下位、まあまあしょうがないですね。48連敗、後半から全然勝てないようになりました。そしてピッチャーは取れませんでしたと、ただ5勝と、これまずくない？去年6勝してんだってなると、ちょっと下がってるのは悲しいね。果たして勝てるんでしょうか今後。成績としては、まあキノコの1075イニングをどうやって減らすかと。ここは変わってないからね、結局ピッチャーが増えてないんでね。まあ来年以降ピッチャーを増やしていこうっていうので、セデーニョ、セデーニョには主力になってもらえると困るからね、本作では。そして期待のゲイル君はあまり試合に出てませんと。ただ能力そんな悪くないんじゃない？25歳、ヒラリー・ゲイル。こっからキャッチャー鍛えていけばいい感じの戦力になってきてくれるんじゃないかと期待しております。 DH でもあんま出てなかったんだね、試合。タイトルはなし。ああ、ゴールデングラブ、ゴールデングラブがエグすぎるんよな。野手が投手が打たれまくってるから、守備機会が多くてゴールデングラブを獲得できるという、そういう流れになっております。まあまだ2年目なんでね、セデーニョの年俸が上がってしまうのがちょっと嫌だね。セデーニョ、ゲイルぐらいは払っとかないと。スカウト、ちょっと海外スカウトもうちょっといいのいない？ BB がマックスか。 AB 欲しいよな。まだ BB がマックスです。この辺はそのままでいきましょうか。セデーニョ金払う。で、それ以外は420万で。ゲイルどうするか。ゲイルにお金を払うのか払わないのかっていうのが、ちょっと争点になっていますが。まあ、どうする？ゲイルどれぐらい要求してくる？お、ゲイルがいいね。うわ、もう、そうだ、外国人これもあるんだ。契約しないっていう可能性があるんだ。だからちゃんと戦力が見とかないと。選手がいなくなる可能性がある。ちゃんとここでゲイルを獲得しないといけないと。再獲得ね、ゲイル。さあ、ドラフト会議は関係ないです。まあ、ドラフト会議が終わったら、うちも外国人が調査できるんで。あ、秋山だ。秋山強いよ。秋山みたいな外国人来ねえかな。さあここでピッチャー獲得していきましょう。ただピッチャーを取るか、野手を先に取って勝てるようにしてから、まあまずピッチャーか、まずピッチャーですね。ピッチャー取っていきます。前剣が帰ってきました。うん、強いね。ポスティング、あ、村上ポスティング、ちゃんと村上が。でも24歳って早くない？もう1年いるんだよね、実際は。村上って確か東浜、Cラン、1億2000万でCランだって。片や7200万で B ランクのチームもあるのに。山川が FA した。ソフトバンクからどこに行くんだろう。阪神。いやー、まあ右バッターだったらまだマシなのか、阪神甲子園球場は。
外国人はまだ来てないと。ここでちゃんと取らないといけないよ。ブルワ、アメリカ、フランコ、ドミニカ、フェリス、ドミニカ、マーベル、アメリカ。ワンチャンここでね、あるかもしんないからね。アンバギー、アメリカ、ギッテンス、アメリカ、ポンセ、アメリカ、ニックス、アメリカ、バクスター、プエルトリコ。でも日本に順応できなかったんだよな。さあ、ゲイル。ゲイルは取らないといけない。ケインはどう？コロンビア。コロンビア？ホークスビー。お、来たー！ベネズエラー！やったぜ、ホークスビー。しかも21歳は若い。ただ30、ちょっと年俸が高いか。いや、これは、こういうとこでね、取っていければありがたいね、ホークスビー。ホークスビーがロッテにいました。ちょっとややこしいですが。外国人もな、今育成する時代よ。その海外留学行かせる、行けるようにしてほしいよね。さあ、ピッチャー来てますよ。メキシコ、カナダ、ドミニカ、ドミニカ、キューバ、カナダ、ドミニカ、プエルトリコ。来ないね。キャンプ終わりました。ピッチャーが入ってきてますね。さあ、じゃあ何人来てますか。そろそろ取りたいんだよな。ちょっと国指定できるようにしてほしいよな。まあでも国指定できすぎるとちょっとぬるくなるのか。これぐらいの難易度がちょうどいいのかもしれない。あ、これやべえ、オープン戦で怪我する。いい、よかった、怪我しなくて。これ開幕までに怪我する可能性もあったもんね、オープン戦で。よかったぜ。彼ら一軍にいた？あ、一軍にいねえわ。ちょ、あ、メンデスが一人で投げ切ったんだ。いや、でも怪我しなくてよかった。開幕戦だけこのメンツでいきましょうか。いや、もしかしたらもう一人来るかもしれない。オランダ、コロンビア、キューバー、ここら辺。じゃあ終わりますか。